北畠忠家は、鎌倉時代前期から中期にかけての苦行。北畠家の祖、大納言、源通報の子。憲法3年、中野院家の祖である、源の通報の次男として誕生。母は県中納言、源、正頼の娘。弟、中野院通世は、聖母が鎌倉幕府、執権北条氏と信仰が深かった一条。 吉安の娘であったため中院家の着手とされたが、一方で、源正頼の娘を聖母に持つ宮比家は、諸子とされた。後に、落北の北畑に邸宅を構え、北畑を称した。北畑家が、歴史の表舞台に登場するのは、早尊の下房の代からである。文永十二年三月二十七日、死去、去年61。 総尊の北畠近房は南朝の中心の一角を担い活躍し、政治面だけでなく、人能政党旗を表すなど文化面でも優れた人物であった。近房の子孫は伊勢国史として北畑正里の第に戦国大名化し、北畑春具の第には伊勢国の南半分、島国、伊賀の南部、大和の南部、 紀の国の東部にまでに及ぶ広大な所領を有した。晴れ具の息子、北畠具教の代には、長野工同士を従わせて、北伊勢に進出した。だが、具教は、織田信長の信仰に敗れ、信長の次男、織田信夫を、息子、具房の養鶏師として受け入れるという屈辱的な和睦を強いられた。その後、具教は謀反を格索するが露見し、 信長の命によって、一族郎党もろとも打ち取られた。しかし、晴れグの息子、木造具牲の娘が信尾に嫁ぎ、織田信義を生んだことによりそのケチミ役は保たれることとなった。その他、所流の星合氏や藤方氏、滝川氏、田丸氏などは、江戸幕府の旗本として残った。田丸氏からは、江戸時代末期に田丸忠だ史が出たが、 天狗党の乱で捕獲の地処刑され宗家は断絶した。幕末まで武家として続き現在確認できる末裔は、星合氏とおすり系滝川氏があり、武家以外では、ハレグの流れを組む皇室などがある。ありがとうございます。